トニー・レヴィンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州生まれのベーシスト。スティックメンホーボラマ幼少より、兄、ピート・レヴィンの影響もあって音楽に親しむ。10歳からベースを始め、その頃は、クラシック畑を歩んでいた。クラシックから、ジャズ、フュージョンシーンへの転向はイーストマン、音楽学校時代のルームメイトで、名ドラマーであるスティーブ・ガッドの紹介によるものである。 1971年、名バイブ奏者、ゲイリー・バートンのカルテットのメンバーとして、初来日している。当初ニューヨークのスタジオミュージシャンとして活躍し、初期フュージョンの作品版にもいくつもその名を見ることが、できる。また、ロック方面では、ポール・サイモンのアルバム、字の流れに、ジョン・レノン&、陽光ののアルバム、ダブル・ファンタジーなどにその名を刻んでいる。また、 ピーター・ガブリエルのバンドでも活躍。日本では、野口五郎らの作品でも演奏している。1981年から1984年にかけて、キング・クリムゾンのメンバーになりその卓越したプレイで、世界的に名を知られるようになる。特に1984年に出されたアルバム、3 of a パーフェクトペアに収録されている楽曲、3プレスでのスラッピングは、 驚異的で、かのバンヘイレンも、早速コピーしたらしいが、これはディレイを使った特殊奏法であることを、後のインタビューで述べている。1980年代後半は、ピーター・ガブリエルやアンダーソン・ブラフォード・ウェイクマン・ハウ、ピンク・フロイド、デビット・トームを、はじめ様々なミュージシャンとの共演で、その人気を、不動のものにした。また、プログレ関係バンドとの共演が多いために、 エマーソン・レイクパーマーからグレッグ・レイクが脱退した際に公認に彼が頭文字 L のベース奏者としてエルプに参加するのではないかという憶測話までもささやかれたことがある。1990年代に再々結成されたキング・クリムゾンにも参加。スケジュールの都合でアルバムザ・コンストラクション・オブ・ライトとアルバムザ・パワー・トゥ・ビリーブには参加していないが、 現在は再び、キング・クリムゾンに席を置いている。1998年から1999年にかけて、アメリカのプログレッシブメタルバンド、リキッド・テンション・エクスペリメントに在籍していた。2008年に行われた結成10周年記念のライブツアーにも参加した。2005年から2007年にかけて、トニー・レヴィンバンドを引きヨーロッパなどを回る。ライブでは、 ピーター・ガブリエルや、キング・クリムゾンのナンバーなども演奏。メンバーは、トニー、ジェシュグレス、ジェリー・マロッタ、ピート・レビン、ラリー・ファスト。また、カリフォルニア・ギター・トリオのツアーに参加し、ゲスト参加したジョン・アンダーソン、リック・ウェイクマンとの共演でも話題となった。2008年夏に行われた、キング・クリムゾンのギグにも参加。自身は、ジャズプレイヤーではない、と語っているが、 近年のレイチェル・ゼットのソロアルバムでは、全編、エレクトリック・アップライト・ベースによる完全なジャズ奏法を披露している。2009年2月、スティーブ・ガッド、ウォーレン・バーンハート、マイク・マイニエリットともに、1970年代に結成していた幻のクロスオーバーバンドである、リマージュの再結成ライブが行われた。春には来日公演を実現し、東京ジャズにも出演。 2010年6月、スティック奏者のマイケル・ベルニエ、キング・クリムゾンの同僚であるドラムのパッド、マステロットと結成したトリオ編成のバンド、スティック・メンのツアーで来日。また、2008年から2010年にかけて、アラン・ホールズ・ワース、テリー・ボジオ、パッド、マステロットとの連名バンドでもツアーを行っている。2013年、再始動したキング・クリムゾンに復帰し、 2015年12月の公演で来日。2021年、リキッドテンションエクスペリメント再結成。40歳代のコロギー・ストマンを音楽学校時代は、クラシックのオーケストラでコントラバスを弾いており、スティーブが圧倒の勧めで、ニューヨークのジャズシーンにデビューした頃も、極めてオーソドックスなベーススタイルをとっていた。実際のところ今に至るまで、その基本には変化はないと言える。 しかしながら多様なエフェクターを使用し特にオクターバーの使い方はとても効果的で様々な演奏で深い低音でボトムを支えている弦を叩くようにして演奏するスティックと呼ばれる特殊な弦楽器を使うことでも知られる自らが発案した人差し指と中指にドラムのスティックのようなものを装着手弦を叩いてベースを演奏するファンクフィンガーズ奏法キングクリムゾン ピーター・ガブリエル、ピンク・フロイド、フュージョンは、ブレッカー・ブラザーズ、マイク・マイニエリ、ロックは、ジョン・レノン、ルー・リード、フォークは、ポール・サイモンというように。ペリー・ボジオとスティーブ・スティーブンスが、最初のミーティングで誰をベースにするか、というドリームリストを作った際に、最初に、名前が上がったのがトニーであると、インタビューで述べている。使用アンプ、クレート・フレックス・ウェイブ。 アンペグ製など、ミュージックマン、スティングレー、チャップマンスティック。スタインバーガーエレクトリックアップライトベースおよびチェロ。リミッターを深く効かせたサスティーンの長いサウンドが特徴的。また独特のビブラートを駆使し、どの楽器を使っても、トニー・レビンの音を感じさせる深い重低音という共通点がある。スタジオミュージシャンとしては前日のポール・サイモン。 ジョン・レノンをはじめるリード、アリス・クーパー、アート・ガー・ファンクル、トム・ウェイツ、ジェームス・テイラー、デビット・ボーイのなどジャンルの枠を超えた活躍を見せている。日本においても、野口五郎、西条秀樹、渡辺和美、黒沢健一、高野博士、大貫太鼓、渡辺美里、ディップ・イン・ザ・プール、氷室京介らのアルバムやツアーに参加しており、馴染みの深いミュージシャンである。 自身のソロ作品もリリースしており、世界中でレコーディングしたという、ワールドダイアリーや洞窟の中でレコーディングされた、フロムザ・ケーブズ・オブ・ジアイアン・マウンテン、アコースティック色の強い、ウォーターズ・オブ・エデンなど、実験精神に富んだ多彩な作品を精力的に発表している。ありがとうございます。